2014年チャーポンの事件簿第1位はじゃーん、パンケーキパーティーにあの方が。何、誰誰、うちはよくね、パーティーするじゃんか。する。うん。パンケーキパーティーしに行ったじゃん。うん、パンケーキ屋さんに。お姉ちゃんが美味しいっていうパンケーキ屋さんに行ったじゃん。うん。したらゲストにね、うん、あの方は、うっち。何何うっち。何とった。何誰うっち。なんで隠すの、ね、うっちはね、うん、休日にね、会うことはほとんどないんですよ。珍しいんですよね。珍しいよ。なのに、うん、パンケーキとなったら、これ家を出るんかと。うん、これはすごい威力じゃ、うん。ちゃんと集合時間に来たね。ちゃんと集合時間に。うん、いえいえ、チャーポンよりも早かったもんね。そうだね、早かったね。うん、チャーポンがぴったりの時間ぐらいに行ったんですよ。うん、そしたらその2、3分前にはね、張り切って登場。スニーカーにリュックサックで登場しました。張り切ってのっちさん、張り切ってました。登場されてましたね。そう、あの意外なお方とは、うん、のっちさんです、はい、なんでそれ事件だった、びっくりしちゃったよ。そう、うん、あ、だって家族のパーティーだからさ、家族が毎回来るじゃん、うん、で、うん、なのにね、うん、まさかのっちさんが現れて、うん、でさらにびっくりしたのは、ゆかちゃんがおらんのにのっちが来たそうじゃね、そういうことです。ああ、なるほどね、うん、ゆかちゃんとのっちが来たら、ね、なんか、あ、そういうね、うん、パフュームも来て、うん、そういう楽しい会ですねって思うけど、うん、あの行動派のゆかちゃんは来ず、来ず、うん、のっちが、うん、スニーカーとリュックサックで、そうだね、うん、アクティブな格好をして、うん、何をするにも腰が重いもんね。重い、うん、重いよ、うん、あんなに華奢なのに、うん、あんなに華奢なのにね、うん、腰が重い。そう、うん、でもね、軽い足取りで来てくれましたね。軽い足取りで、はい、来てくれて。そうだね、あれは事件だったね、確かに。でね、のっち楽しそうだった。めっちゃ笑っとったね。うん、めっちゃ喜んどったもん。お母さんはパンケーキを食べたことより、うん、そのことに喜んどったもう帰りだって、あんな美味しい、やっぱもうパンケーキすっごい美味しかったんですよ、うん、ポインポインで。そう、ポインポインなんですよ。ポインポインなんですよ。そう、ポインポインふわふわで、すっごい美味しい、トロトロでね、すっごい美味しくて、うん、もうそのパーティーした中で誰よりも一番ね、全部乗せして豪華にして食べたのがお母さんだったんですよ。全部乗せる。全部乗せる。バナナも乗せるし、目玉焼きも乗せるし、うん、うん、で、ね、メープルも乗せるし。そう、あんだけ楽しんでおきながら、うん、帰りの車、うん、マッチ楽しそうだったね。マッチ楽しんでた。マッチはすっごい楽しんでた。もうずーっと言ってる、隣で。言ってた？うん、あ、ね、そうって、うん。ねえ、パンケーキも美味しかったしね、うん、って。うんうん、のっちが楽しそうだった。うん、もうお母さんそれが嬉しい。それが嬉しかった。よかった言って。うん、何のパーティーだったんじゃろうかっていうのが、ね、まあ事件簿ですよ。うん、あれパーティー。うん、そう、事件簿じゃわ。うん、うん、楽しかったね。またやりたいね。そうじゃね。またクリスマスも楽しみ。楽しみ。